こんにちは。今日はね、混ぜご飯、五目ご飯を作ります。まあ、材料はシンプルって言えばシンプルなんですけどね。この油揚げですね、これ干し椎茸です。これ戻したやつです。それに鶏肉は今回は胸肉使います。今日のメインはごぼうのね、いい香りをしたやつを作ろうと思ってるんで、ごぼうはこれ1本あります。あと人参が1本と刻み昆布。刻み昆布はこういう感じで売ってます。もっと大きかったんですけど、使っては切ってケット止めてるんで 7g あっかないかなと思います。この乾燥の状態でね、ほんのちょっとでいいです。昆布は栄養があるんでいいと思いますよ。これを水に浸して戻して、そう、それでこれを今度細かく切ります。はい、栄養のためにもね、こういうのがちょっとずつ入った方がいいかなと思って、今日はこれでやってみます。はい、じゃあごぼうね、ささがきにするんですけど、私いつもこれ4つぐらいにね、こうして切り身を入れます。下までは切れなくていいですけど、こう切り身をね、4つぐらいに入れておきます。それでこういうふうにやると小さくできるんですよね。こういうふうにするとね、くんなりませんよ、小さくできますから。いや、それと今日私派手な前掛けやってますけど、孫がねイタリアに行ってきたんです。その時にこんなねエプロン買ってきてくれたんですね。孫が買ってきたやつだから、本当はねもうちょっと入れるのが良かったなと思うんですけどそんなこと言ってないなんで今日はしてみました。で、まあ最後ですけど、これこういう風に切って、最後残ったやつね、これがこんな風に斜めに切れば大丈夫です。こんな風ですね。切ったのは水につけておけば、そうそう、黒くね、水は濁りますけど、もし黒いままやっても熱を加えると綺麗なのはこの頃分かったんです。ですからそんなに神経質にならないで、ごぼう大丈夫ですよ。人参もね、ごぼうと同じように切り身を入れます。人参はちょっと太いからね、5つ5箇所ぐらいにこう入れといてもいいかな。5箇所6箇所、はい、これでいいと思います。そうね、こうやってやった時きれいにね分かれて切れてるんで早いですね。今からね、この混ぜご飯の具をたくさん作って冷凍しとくと、ちょっと出かけようかな、自分が出かけて家族の人にね、混ぜご飯のおにぎりとかね、ちょっとあとちょっとしたおかずを置いといてやれば、干し椎茸です。これ戻したやつですね。それとね、これ椎茸を戻しといたつゆなんですけど、今日は五目ご飯ですからこれ使います。裏目は4つに。今日はお米は5合用意してますけど、普通のお米が3合、もち米が2合やってます。もしもち米がないんだよっていう時は普通のご飯だけども大丈夫です。好みですから、私はもち米が入った方がいつも好きなんで、もち米入れてやってます。
あるものでね、やってもらったら大丈夫ですから。あ、鶏肉はね、これ胸肉の切ってあるやつを買ってきたんです。それで大きいやつは自分でちょっと小さく切ってみました。はい、では油でね炒めます。油で炒めるっていうのはご飯ができてからくっつかないですね。パラパラとしていいですね。あんまりまだ温まってないうちにこれ入れます。混合でね、具がちょっと多いかもしれませんから、いつもほんと適当で。ごぼうも入れます。人参がねちょっと入るだけで彩りが綺麗ですよね。お酒、そうですね、大さじ2杯ぐらいかな。こちらも大さじ2杯ぐらいです。混ぜご飯にするやつはね、いっぱい汁があった方がいいんで、ご飯にもね、色つけないとなんないんで、砂糖も大さじ2杯ぐらい。混ぜてみよう。あとこれ戻し汁ね、椎茸の。そう、こんなもんですね。でもわかんない、途中でこれ煮えてきたらまだ味の調整しますから。じゃあこれで少し煮えるまで10分ぐらい置きましょう。あ、ちょっとね色が薄いね。もうちょっとね、ちょっとある方がいいね。お醤油も、味3倍ぐらい入っちゃいましたね。まあ少ししょっぱめぐらいにやっといてちょうどいいんです。ご飯にこれ混ぜるから。じゃああと3分ぐらい。はい、こんな感じですね。もう一回煮てみようか。少しこのままでおつゆを飲んだらちょっとしょっぱいかなって感じです。これでいいと思います。もち米入れた場合は混合でも4合のとこでやってください。もち米は水をあんまり吸わないんです。ですから本当は混合今日入ってるんですけど、4合のとこに水やってます。でも4合よりちょっと多いよ。こっちから見るとこっちの裏が曲がってるので、ね、とにかく4合でやってください。混ぜご飯って、まあ、炊き込みも何でもそうなんですけど、おつゆを一緒に入れるとムラができませんので、後から混ぜたりするとどうしても白い部分とムラができるんですよね。でちょっとここから 200cc 取りますね。これもち米って浸してたりしてたの？あ、そうそう、3時間ぐらい前にもう浸しておきました。普通のお米と違って溶いてすぐ炊くとちょっともち米だけが固くできちゃいます。だから2、3時間前にはもうお水につけといてください。ね、200まであれだからちょっと水入れようか。煮たつゆは150ですね。あと50は水入れます。でつゆがね濃さそうだったら150でも100でもそれにまた取った分だけ水を足してくださいね。はい、入れました。よくかき混ぜてこんな色ですね。2回分できちゃった。私のやった材料だと
2回分ですね。これは冷凍にして取っておきます。あ、じゃあここにいっぱいになればいいんだ。うん、こんな感じで。もし足りないときはこれ出来上がったときにこれをまた入れればいいですから。はい、これで炊飯しています。で、普通の炊飯。そうそう、うん、はい、56分後に出来上がりです。はい、できました。こんな風にできてます。油で炒めるとこのご飯がね、くっつかないでパラパラなんですよ。油をちょっとね入ると違いますね。具がもしこれで少ないなと思うときはさっきの残ったやつもうちょっと入れてもいいでしょうしね。ご飯も美味しそうにできましたね。このぐらいでどうだろう。はい、はい、混ぜご飯今日これで終わりです。